ブランドン・ヒューズはイリノイ州ブルーミントン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のフィラデルフィア・イーグルスに所属している。ポジションはコーナーバック。主にスペシャルチーム要員としてプレーしている。高校時代はワイドレシーバーとコーナーバックを務めた。オレゴン州立大学に進学、1年時の2005年より先発コーナーバックとして起用された。 2007年11月10日のワシントン大学戦では、プレー終了後、小競り合いをしたことから、他の2選手と共に退場となった。この年57タックル、12パスディフェンスを記録した。2008年シーズン前には、ジムソープ賞の候補の一人となった。2009年のイースとウエストシュラインゲームのメンバーに選ばれた。同大学では2度。 パシフィックテンカンファレンスのセカンドチームに選ばれており、178タックル、3インターセプトを挙げた。NFL スカウトコンバインでは、40ヤード走で4秒38を記録した。2009年の NFL ドラフト5巡で、サンディエゴチャージャーズに指名された。6月20日、チャージャーズと4年契約を結んだ。アトランタファルコンズとのプレシーズンゲームで膝を負傷し、 9月1日、故障者リスト入りした。2010年9月、最終ロースターカットでチャージャーズから解雇された。9月10日、ニューヨークジャイアンツとプラクティススクワットとして契約した。同年11月23日、エリス・ホブスが故障者リスト入りしたフィラデルフィア・イーグルスと契約を結んだ。この年、プレイオフ出場が決まり、主力を休ませた。 最終週の1試合のみ出場した。2011年、先発1試合を含む13試合に出場し、16、タックルを挙げた。2012年9月23日、イーグルスと1年の契約延長を果たした。ありがとうございます。